ラースリーケンは、ドイツ出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2008年に現役を引退するまで、ボルシアドルトムント一筋でプレーした。1993年に、ボルシアドルトムントに入団すると、1994年3月8日の、対シュトゥットガルト戦で最年少記録となる17歳という、若さで、ブンデスリーがデビューを飾った。 1996から97シーズンのチャンピオンズリーグ決勝対ユベントス戦では途中出場から16秒後にファーストタッチで見事なループシュートを決めチームのタイトル獲得に貢献した。これらの活躍により将来のドイツ代表を背負って立つ逸材として注目を集めた。 1997年10月10日のワールドカップ予選の対アルメニア代表戦で代表デビューをするも度重なる怪我によりワールドカップフランス大会ユーロ2000と2度のビッグトーナメントに出場する機会を逃した。クラブでも2000から01シーズン途中にはポジションの重なるロシツキーが加入。2001から02シーズンはロシツキーアモローゾ これる、エベルトンを中心とした、攻撃陣で優勝するも、彼自身は、途中出場や一列下がったポジションでの出場が多くなった。ダイスラーの怪我もあり、ドイツ代表として、ワールドカップ、日韓大会代表に選出、同国は、準優勝するも、立憲はピッチに立つことなく、大会を後にした。2007年4月にトーマスドルにリザーブチーム行きを、 命じられ、同年の11月に現役を引退すると発表したものの現役復帰を目指し2008年2月に MLS のコロンバスクルーのキャンプに参加した。しかし、数日でドイツに帰国することとなった。周囲の過度な期待や怪我などの影響もあり、伸び悩み期待されたほどの結果を残すことできず2008年11月に 正式に現役を引退することが発表され、合わせて、ボルシアドルトムントのユースコーディネーターに就任することが発表された。ありがとうございます。